助けさえ行きました。バスラボ。バスラボね。まあ、この選手を見るのは今日、ホームでは今日が最後だからね、とりあえずね。そうそうそう。残留できなくて、本当に本当に申し訳ありませんでした。試合前、弾幕を見て心に響いたんですけど、今日もしょうもない試合してすいませんでした。今サポーターから話したように、J1 で定着する力をつける。それは我々選手もそうですが、サポーターの皆さん、クラブ、山形という全てのものが大きくならないといけないと思っています。今シーズンちょっと揉め事もありましたが、来シーズンはみんなで会話を行って、より良い仲を築いていきましょう。来シーズン J1 上がりましょう。応援よろしくお願いします。声って投げんの？声って投げんの？これぐらいの、これあのちびっこ、ちびっこくれるの？おお。女の子と男の子。めっちゃ寒くて。
映るかな、映る。村上さん、村上さん映る映る、ゆきゅう、もっと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 寄ろうぜ、もっと寄って、もっと寄って、映ろうぜ、みんなで、みんなで映ろう。パフュームです。パフュームで、かぶってな、かぶってるんですよ。いなくなるのかな、いなくなるっぽいな。トーマ記念撮影したりしてるんだよ。トーマじゃねえから誰だ、記念撮影、あ誰、ザキさん、よろしく。これは J2 の関係のサポーターが教えていって、これを山形の歴史としてつなげていきましょう。サポーター増やしてね、選手のためになりたいんで、山形によろしくお願いします。ありがとうございました。はい、でそれで今日は最後指名します。今日は体育館で山形のバスケットチーム、バスケットのワイバンと戦いますんで、ロックは叶わなかったけど、ワイバン500円で来てるから、ただ、これから集まってみんなで盛り上げていきたいんで、ぜひ、体育館にも足を運んでください。今日は本当にありがとうございました。行くよ。